皆さん、今年のバレンタインは何か予定あるんですか？バレンタインか。バレンタインか。なんもないな。ねえ、特に何もあげる人がいないよね。うん、なんか普通に歌ってみたら出したかったんだけど、歌いたい曲のオフボーカルがなかったってぐらいで、やることは特にリアルではないやって感じ。引きこもりだもんね、結局。うん、おばさんとヒイラギさんとか。ヒイラギさんは今年のバレンタイン、はい、何でやってあります？そうだな、俺の中では動くちゃんとザンゲちゃんからチョコレートもらう予定だったんだけど、なんか聞いた話なさそうなんで、自分でチョコ作って食います。はい。ザンゲちゃんチョコ交換しようよ。うん、やろう。あれ、俺のは、おい、俺のはつってんの、ね、はねえよ。はは。え、やだ、こっち来ないで。うごくちゃん、チョコちょうだい、お願い、待って。自分でホワイトチョコ出して食ってろ。汚ねえなー。うごくちゃんのなんか血混ざっててもいいからちょうだい。やだ、キモい。気持ち悪い。気持ち悪い。ヒロキさん、そういうなんかバレンタインデーでキモいチョコもらったことあります？俺、バレンタインデーさ、学生の頃さ、マジでもらえなかったから、そういう面白いイベントないよ。アハじゃねえよ、お前笑ってんじゃねえぞ、お前。ヒイラギ先生の学生時代ちょっと気になる。自分の学生時代はな、何もなかったな、本当にな。モテました？モテない。何回ぐらい告白されました？じゃあ中高で。超中高。告白された回数？ヒイラギ君付き合って、好き。3回ぐらいかな。結構。全部断ったけど。なんで断ったんですか？いや、俺自分が好きな人としか付き合いたくなかったから。あっぽい。付き合って相手のこと好きになるかもみたいな。なるわけねえだろ、バカがと思って。全部お断り申し上げました。私陰キャだったんで、はい、そんな、ね、好きかもわからない女の子に時間割いてる暇あったら、僕は家でね、アニメ見たりゲームやったりしてたかった、うん、あー極めてますね。オタクだったからな。今もオタクです、お願いします。おばさんはモテました？モテてはいなかったんじゃない？普通じゃない？じゃあ何回くらい告白されました？10回とかじゃない？はぁ、嘘つくな。見え張るな、お前。そんなもんじゃないですか、多分。誰、小中高でしょ、そんぐらいは来るんじゃないですか。嘘つくな。ゼロ回だぞ。聞くよ。でも分かった、それは告白されるよね。だって期間短かったでしょ、付き合ってる期間。ああ、そう、うん、それはある、それはある。俺付き合うと2年とか付き合ってたから。あーね、あー、ヒイラギ君彼氏いるってってなって、きっと告白されなかったら違いない、絶対そう。あ、それはある。彼氏ですか？あ、まあ、ちょっと彼女でした、すいません。ヒイラギ君彼女いるってっつって、みんなビビって告白してもらう。はい、告白された回数とかってさ、中学校ぐらいまでは感じてるけどさ、高校ぐらいからさ、その告白された回数ではなくてさ、やった人数って別のカウントにみんな頑張って一緒に行くより始めるじゃないですか。うわ、汚ねー。汚ねー。いや、みんなそうだったでしょ。みんなそうだよ、男は。何人に告白されたなんていう話題、俺15年ぶりぐらいに聞いたもん、今。告白っていうのがなんかもう甘酸っぱい。大人になると告白をするとか、そういう機会が割となくないですか？おお。ないですよね。だって告白よりも先になんかいろいろ別なことを。うわ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 。え、いろいろ別なこと。いろいろ何ですか？いろいろ何？え、つまりザンゲちゃんは正式にOKしてない相手のおちんぽをOKするんですか？そういうこと？それあれ？イッキッキーのキッハイハイハイってなるやつ？ザンゲ飲んでなくないってね。ちなみにじゃあ付き合った人数はザンゲちゃんは？でも結構ガチに話すと真剣に付き合ったのは2人くらい。あ、真剣に付き合ったのは2人。ちなみにじゃあ経験人数？やばい話じゃないですか、経験人数。俺聞いてないもん。動画見てくださいよ。前話してね、話しましたよ。いや、忘れちゃったな、動きちゃんな。そうだね、忘れちゃったかもしれない。30人ぐらいらしい。30人？違う、本当に誤解。30人だったらもう1人ぐらい増えても変わんねえよな。
2人増やしても誤差だよな。変わんねえな。変わんねえよな。じゃあ、よろしくね。何もよろしくしないですって。そんなことよりオナニーだ。出た。そういえばオナキンタイマーどうしたんですか。早く止めてくださいよ。もう終わったんでしょ、オナキン。止まった、止まった、止まった。動くちゃんは何のためにオナキンしてたの。だから、おばさんにツイッターで言ったと思うんですけど、はい、私生活っていうか、生活に支障が出るレベルのオナハイジンだったんで、ああそれまずいなと思って、オナキンして。え、賢者タイムないの。賢者タイムあるよ。なんか30分ぐらい、パソコンいじったっけ、またなんか触り出すから。一日何時間ぐらい一人でしてたの。一日何時間ぐらい。え、でもガチで本当にオナキンしようって思った日は起きて、まあ、大体夕方とかに起きるじゃないですか。で起きてパソコンして YouTube とか見ながらまたオナにぼちぼちしながら、その日ジャンギちゃんと通話する約束があって、でジャンギちゃんと通話終わってまたオナにして、そのまま嘘だろおい。本当にオナニーとジャンギちゃんしかしてなかったんです、その日。ジャンギとジャンギちゃんしかしてなかった。だからさすがにまずいなと思って、動画も撮ってないし編集もしてぼちぼちしたけどぐらいのレベルだったんで、それやばいな。じゃマジやばいと思って、本当になんか起きてる時間は 95% って感じですね。何時間っていうのは分かんないんですけど。え、起きてる時間の 95% オナニーに使ってんの。使ってた日が最高かも。ああ、そこまでいくともう本当に中毒かもね。でしょ。なんかそういう病気あるもんね。あるの、依存症みたいな。うん、あるある。オナニー依存症でくそ。オナキンしたらもう割と普通になりましたよ。でも終わっちゃったんでしょ。終わったけど、まあ週1回オナニーすればいいぐらいのあれになった。だいぶ足の。でもすごい成長だね、それは。ねえ、ほんとに。そうっすね、ザンゲちゃんオナニー何回くぐらいするんですか。はい、教えてください、お願いします。いやー、こうやって再生数になっていくんだな、私は。ザンゲちゃんがやむ。やんちゃう、たまにやむんですよ、この下ネタ祭り。あ、そうなんだ。大丈夫大丈夫、慣れる慣れる、そのうち。うん、そういう時はもう増えた登録者数と増えた残高を見て笑顔になってください。あ、そろそろアンチ来るよ。ザンゲちゃん一緒に行く。行きます。じゃあな、お前ら。俺はザンゲちゃんに媚び売ってなんかしてもらおうからよ。じゃあな。媚びってなんかしたら。何すかこの車。どうしようか、この車。うん、ミニ四駆って知ってる。あ、知ってます。もうミニ四駆だよ。ねえ、なんかチャッチーっすね。は。私、おばさんみたいな車の方が良かった。は。マジでお前、下ピッ掴んでビヨンって伸ばすぞ、お前、お前の車。痛そう。ビヨンってめっちゃ痛そう。それはそれでありかもしれないですね。ちぎれちゃうのも。そういうの好きだもんね、ザンギちゃん。小さい頃から割とリョナ属性があって。やば、引いた。なんでザンギちゃんの性癖がキモすぎてワロタってタイトルで動画上げよう。いやでもなんかザンギちゃんうちに買った同人誌置いてって、はいはいはい、見ていいよって言われてたから、どんなのかなと思って見ようって思って見たら、うん、なんかえ、これエロ同人じゃなくねみたいな、怖みたいな感じのやつで。ガソリンなくなったわ。どうなんだっけ、意思切る系じゃないっけ。やばやば、やっぱやべえやつだ。やべ、一緒に乗ってきちまった俺、切られるこれ。やばいやばいやばい、逃げよう。で、手足切って何、抵抗できなくなった女の子とするみたいな、そういうやつ。確かそういうのじゃなかったっけ、違うっけ。あんま覚えてない、もうね、途中で見るのやめた、普通に。そういうのだった気がする。え、ザンガちゃんはそういうのがおかずなの。おかずっていうか、燃えるんですよ。キュンキュンしちゃう、かわいいな。そうでしょ。サイコパスだな。人は誰しもそういうのがあるじゃないですか。まあ、そうだね。スネ毛とかね。スネ毛が本当に、スネ毛の方が分かんなくないですか、どっちかって言ったら。スネ毛は分かんない、俺も。いや、食べたいや、むしゃぶりつきたいの。お前らが父にむしゃぶりつきたいのと一緒の感覚だよ。なるほどね。
そういうことや。確かに、あれおっぱいにしゃぶりつくのったら何の意味があって俺らしゃぶりついてるんですかね、冷静に考えると。あれはね、知らないの？あれやっぱ人間生まれしもやっぱ最初に食べる食事っていうのは、ね、やっぱりお母さんのね、お乳なわけですよ。はい、はい。やっぱり生まれながらにしてやっぱり食べてるもの、それを大人になってから食べることによって安心感を得ると。うん、要は分かりやすい言葉に言うとバブみを感じることが男の幸せなんだよな。おっぱいにしゃぶる行為って別に自分が気持ちいいわけではないから冷静に考えると意味ないじゃないですか。意味ないわ。でもじゃあしゃぶらなくていいのって言われたらいやそこはしゃぶっとくわってなるじゃないですか。なんでか分かりますか。男は一生マザコンってことなんだよ。深い話ないですよ。深い話ですね。親を大事にしてるってことですそう、親を大事にしてるんだよ。いい話、いい話。じゃあ逆に言ったらお母さんのおっぱい吸いたいと思いますか？思わない。俺はお前のことをお母さんのように大事にするよって思いながら乳首にしゃぶりついてんだよ。うわー、やだやだやだ。家族って結婚したくない。でもおばあさん、それはちょっと引きますわ。裏切られた、うん、それはちょっと引くな、うん、やっぱ恋人はお母さんよりも大事にしたい、俺は。あー、ひさんと結婚したいですね。あ、やっぱりしてやるよ。でもお母さんは大事にするよ、もちろんね、うん、お前で育ててくれてありがとうなってなるけどそれはそれ、これはこれだ。あー、できるよ。どこですか？ま、アイコン出てるよ、ほら。やべ、これバトることになる。撃たれてる撃たれてる。ちょっとやばい、ダウンまでしまう。あー、やられたー。一人ダウンとしました。嘘。やっぱりバスに乗っちゃダメなんだよ、このゲーム。